in everything that must be done. You can find it far. You find it fun. It's not a talk TV. My stuff we check a block. Still today, I have decided to enjoy all my own life. What are you doing for blood? Would you like to have a chat to be sad? My mind is perfect for me. Let's dance this way to stand. Welcome to my talk TV. ママテレ始まりました。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。3月に入りましたね。もう明日はおひな様のひな祭りでございます。そうですよ。準備しながら見てくださってる方もいるかもですね。本当ですね。まあ、でも本当3月このひな祭りを過ぎちゃうと、うん、もう本当新年度の準備皆さんバタバタと。そう特にこう進級進学される方たちっていうのはね今大忙しいじゃないかしら。そう間違いないですよね。気持ち的にも ね本当に世話しないって春が近づきますしね。ねしましょう。どうしましょうね。一番です。ね、もう春、はい、進学進級ということで、うん、この時期たくさんの期待とそしてたくさんの不安を抱いていらっしゃる方も少なくないと思います。今回ママテレでは、ご覧いただいている皆さんが少しでも笑顔に過ごせますようにゲストの方をお招きしています。今回ご紹介するのは県教育庁特別支援教育課の黒木大輔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか今から司会進行でもされるかのような、はい、そうですね。お願いしますマエストロ的な台本を、ね、はい、黒木さんなんですけれども小学校を中心に障害のある子どもの力を伸ばすための教育そう特別支援教育を充実させる取り組みを行っています。発達障害のある子どものニーズや関わり方について理解を深めてもらうための出前講座などを行っていて実際私も黒木先生黒木さんの講座を聞いたことがあるんですね、はい、で今回のママテレでは子どもの発達障害について皆さんと一緒に考えていきます。発達障害っていうワードはね本当に皆さんもねよく耳にされますし、はい、まあ、あの進級とか進学の時っていうのは本当に自分の子供はそうなんじゃないかと思われた方ってそういう経験された方ってたくさんいらっしゃると思いますよ ね、ま、ね黒木さんこの時期特にそういったものに触れる目を向ける時期でもありますよね。そうですね、やっぱり環境が変わるということで、うん、進学進級、うん、やはり期待もあると思うんですけども、はい、不安が多い保護者の皆様もいるのではないかなというふうに思ってます、子どもの発達障害ということで本日テーマになっているかと思いますが、発達障害は、まあ、脳の働きの違いによるもので、努力が足りないとか、うん、親のしつけが問題があるとかそういうものではなくてですね、まあ、一人一人の特性に応じて、適切に支援すれば違いがその障害ではなくてですね個性に変化していきますのでその観点から特徴、うん、また支援の方向性をお話しできればなというふうに思ってますのでそういったところも詳しくお話を伺っていきます、はい、まずは発達障害についてこの発達障害というものの中にいろんな種類や特徴がございます、うん、まずご紹介するのはこちらです。ADHD 耳にした方も少なくないと思いますが黒木さんこちらよかったらご紹介ください。はい、ADHD 注意欠如多動性障害ということなんですけども細かいところの見落としとか誤りとかですね気が散りやすいところ、まあ、集中力の持続が難しいところ、まあ、忘れっぽいちょっとこう動いてしまうとかですね、じっとしていることが苦手だったりですねまあ、学校で言えば先生が質問して、し終える前にも分かったら答えてしまうとか、はいはいはい、そういうようなことが、まあ、特徴としてはありますね、まあ、でもいっぱい私も子どもの頃もいたような気がするし自分もそうだったような気もするし、ね、見極め難しいですね、はい、そうですよ ね、うん、梅ちゃんもね今こうやって見てもらってますけれどもよろしかったら榎田さんも梅ちゃんも、うん、そしてご覧の皆様もこの ADHD のお子さんが例えば授業中どんな風に見えているのか黒木さん体験をしていただけるんですよね、はい、そうですね、今 ADHD のお子さんの体験をちょっとしていただこうと思います、うん、それではですね授業を受けるつもりで見ていただければというふうに思います、うんはい教室では算数の授業が行われています。窓際に置いてある花がきれいに咲いてます。お、先生は昨日髪を切って短くしたみたいです。そういえば算数の授業の前には
行事についてのプリントが追加されていました。さて、スクリーンに示した問題の答えが分かった人はいらっしゃいますか？さあ、今体験いただきましたけれども、榎田さんも梅ちゃんもずっと黒板見てましたか？いや、外の景色見てましたね。そうですよね。うん、お花綺麗だなと思ったり。そうですよね、うん、で先生の髪型に関しての時には先生の顔を見ちゃいましたよね。見ました見ました。で行事が増えた時には掲示板梅ちゃん見ましたよね、うん、じゃあずっと黒板を見ていなかった方々が黒木先生ほとんどですよね。そうですね、うん、黒板を見た時に急にやはり先生からじゃあ本は何冊ありますか、うん、と聞かれてしまうので、そこでびっくりしてしまう、答えられないというようなことがやはりあるのかなというふうには思いますね、うん、ADHD のお子さんというのはああいうふうにこういろんなものに興味が瞬時に移ったりとか、ね、集中力がも、はい、続かなかったりというところがあるということですね。そこが顕著に出てしまうというところなのかなというふうには思います。もちろんそれぞれ個人差はあると思いますけども、うん、まあ、今体験してもらったように、やっぱり注目をこういろいろと他のところ気を散りやすくするというかですね、そうすると誰でもそうなってしまうんですけども、それが子どもさんによっては非常に難しいというところになるのかなと思います。うん、なんとなくこう視線の動きというか授業中の様子が今ので垣間見えましたね、うん、学校って本当に毎日新しいことが、ね、アップデートされるし、そういう見方で見るとしんどいのかもしれないですね。そうですよね。今榎田さんからもお話がありましたけれども、じゃあ ADHD のお子さんがどういうところに不安を抱いているのか、そこも見ていきたいと思います。黒木さんお願いします。はい、ADHD の子どもさんたちになりますけども、やはり同じような失敗を繰り返してしまうということ、友達とのトラブルが多くなってしまうこと、あと一番最後ですね、先ほど体験していただいたように自分はしっかり聞いていたつもりなんですけども、やはり他のところを見てしまったがゆえに先生に聞いてなかったのかなっていうふうにお話をされてしまったり、また親御さんにもそうかなと思いますけど、さっき話したじゃないっていうことで、注意とか叱責とか受けてしまうこともあるかもしれませんね。こういったところの不安がどういう行動だったり周りの支援があれば和らげられるのか、黒木さんこちらですね。はい、学校現場でも非常に先生方もですね工夫されているところでもあるんですけども、やはり集中できるような環境づくり、黒板の周りなんかをきれいにするとかですね、ご家庭だったらやはりこう勉強をする勉強机のそばでしょうかね、そういうところに気が散るようなものは置かない、シンプルな学習環境とかですね、そういうことを考えられるといいのかなと思います。また、長い時間ではなくてですね、短い時間に区切って学ぶ工夫、そういうこともいいのかなと。そしてそれをすることでやはり成功体験積み重ねていって自分もできると頑張れるというような思いを抱かせるというのが大切なのかなというふうには思います。この他にも発達障害にはいろんな種類があります。まず ASD、 こちらは、はい、自閉症スペクトラム障害というふうに言われますけども、発想力、想像力、あと独創性とかですね、非常に強みも特徴としてあるんですけども、一方で、まあ、論理的思考も強いというのも強みとしてあります。ただ友達関係に悩むということ、あとは見通しが持てということ、次何が来るかわからないというようなことに対しての不安を抱えるお子さんが多かったりしますね。まあ、このようなお子さんについてはやはり行動計画を見せる、よく見通しを持たせるというふうに言いますけども、見通しを持たせたり、まあ、こうするといいよという代わりの行動ですね、そういうものを示して考えていくといいのかなというふうに思います。安心しますよね。とてもあの知的レベル高いというか、はい、論理的思考がすごくあの深く掘れるタイプだと思うので、その適切な対応をするとより個性は伸びそうですね。はい、そうですね、才能ですよね。はい、でそしてお隣 LD、 こちらはいかがですか？はい、LD は学習障害と言われますけども、聞く、話す、読む、書くなどのうち、学習に必要な能力、特定のものが苦手ということで、意欲不足だったり努力不足というふうに見られがちです。特に漢字の書き取りとか、ひらがな、文字ですね、そういうところが顕著に、そこだけなかなか難しいというようなお子さんもいらっしゃいますので、まあ、そういうお子さんについては、まあ、その苦手なものを補う手段、現在タブレットとか、あの ICT 機器ありますので、はいはいはい、そのようなもので、補う手段というのを見つけるというのも、
いいのかなというふうに思います。確かに学習の方法で、そうですね、教育の ICT どんどん進んでますので、はい、そういうところで活用していくといいのかもしれないです ね、はい、ねで、またこの他にも身近で使えるその苦手を補ってくれるアイテムというものがあるそうなんですが、はい、黒木さんにお持ちいただきました。はい、これが、はい、まあ、読みの補助具というようなことになるかなと思うんですけども、はい、その線が引いてあります、ね、そうですね、これ文章を読むときに、こういう子どもさん読み飛ばしがどうしてもあったりするので、はい、ですのでこれを読むところに重ねて、うん、そして読んでいくと今自分がどこを読んでいるかが分かると、まあ、これ私たちでもいや欲しいですね細かいね、こうずらして横にずらして、はい、てて今自分がどこ読んでるのかと認識する、そうですね、そういうのがどんどんあるんですね、あるんですよね。でまた今ちょうど新学新級新しい学年だったりクラスを迎える時期ですけれども、この時期にしておきたいこと、不安を和らげるためにしておきたいということも黒木さんにお話しいただけます。はいはい、やはりですね、園学校とのコミュニケーションをしっかり取ることというものもことが一番大事かなというふうに思います。家庭での情報をしっかりお話をするということですね。できること、また苦手なことは 何なのかということ、そこを具体化させてお話しする。そしてじゃあ苦手をできるようにするにはどうすればいいのかということですね。そこを考えられるといいのかなというふうに思います。また、新しい環境とか新しい場面が苦手なお子さんたちもいますので、登園登校そういうものの流れを練習したり、あとは、まあ入学式を迎えたり新しい教室にということであれば、もちろんそこに入ることは難しいでしょうから、あそこの体育館に行くんだよとか、あの場で新しい学年始まるからねということで一度見ておくというのも子どもにとっては安心につながるのではないかなというふうに思いますね。はい、いや皆さんにもこういろんな形で不安を和らげていただきたいと思います。ではここからはお知らせです。お知らせの後はまた黒木さんに視聴者の皆さんから発達障害について寄せられた不安や疑問をご紹介していきます。